皆様こんにちは。案内役の西田でございます。葵の笛は今から1000年も前に書かれた日本の王朝文学源氏物語に出てくる有名なお話です。主人公の光源氏と夫人の葵の笛、恋人の六条、御息所のロイヤルファミリーで起きた三角関係なのですが、恋人の呪いで夫人が死んでしまいます。さあ大変、今なら病気で亡くなったのだと理解できますが、ジェラシーが人の命まで奪うと考えられていた頃のお話です。鬼のようになってしまった恋人の顔は悩みと悲しみでいっぱいです。表は後ほどお目にかけます。まずは能の一部を姉妹でご覧ください。こちらが般若という表です。般若というのは女性の鬼となった姿を表している能面です。苦しみや悲しみ、嫉妬など女性の心の葛藤を凝縮した顔というふうに言われております。角が生えて目や口が金色になり化け物となってしまってもどこか人間としての悲しみなどを表している、そんなすごく複雑な表情を持つ表だと思います。この般若が舞台で動く様をぜひご覧ください。ぜひお能を見に来て